はいどうも、ヒロノです。この動画はファイナルファンタジー7ザックスフェアの作り方を紹介する動画です。こちらのオールバックバージョンを作ろうと思ったのですが、まあ作れなかったんですね。なので今回こちらをね、採用させていただきました。髪型さえなんかあれば結構似たんじゃないかなと思います。眉毛の色黒くしたかったので000にしてます。この青の明暗は真ん中ですね。作りやすいと思います。ビジュアル系の髪型がないのでこちらになってしまう方もいます。髪色はね、黒に少し青を混ぜるといい感じになります。目の前後位置のせいなのかもしれませんけど、周り結構黒いんですよね。なのでアイシャドウで表現しました。身長が185センチです。真っ黒ではなくてちょい紫にしてます。胸は先ほどの色をペーストします。腕はですね、まあ一応グローブ見たくしたかったっていうところですね。ブーツは黒です。体験は寛平か加工派の2択です。はい、以上です。要望がありましたらコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。